英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 How are you doing everybody? 今日も時事ニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学びながら情報力アップしていきましょう。今日のテーマはこれですね。最近の為替変動非常に激しいということで、アメリカの中央銀行のフェドの会見の後、円高に、急激な円高になっていったっていうニュースを使って私たちの英語力、そして情報力上げていきましょう。まずこのニュース字幕で確認してニュースの概要内容を捉えていきたいと思います。そして次にニュース、原稿を音読しながら、日本人が苦手と言われている英語を話してから英語を話すことに上げていくとともに、難しい単語、そしてニュースの内容を捉えながら情報力、単語表現力アップしていきましょう。そして次は字幕なし、このニュース字幕なしでもう一度見て、しっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのか、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながらリスニング力アップしていきたいと思います。そして4番目は、これも日本人が苦手と言われている、自分の得た情報や感じたことを自分の言葉で相手に伝えるスピーチ練習を、マイクロソフトのチャット生成 AI を搭載したチャット機能を使って練習していきたいと思います。どのようにスピーチ練習をチャットを使ってやっていくのか、デモンストレーションしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力と情報力ぐんぐん上げていきましょう。英語学習チャンネル、英語学習に使えるな、情報取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。それではこの経済のニュースですね、円高に今動き始めているっていうニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力一緒に上げていきましょう。 Let's get it started。 それではこの左側の NHK ニュース、右側の原稿字幕ありで見ていきたいと思います。字幕が必要な方はですね、このように読まれているところにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。字幕なくても聞き取れそうだという方はですね、この左側のニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's try to understand every details of this news with English subtitles. Let's try it. Now the yen is strengthening sharply against the dollar in Tokyo. On expectations, the US Central Bank may implement interest rate cuts next year.Now, the Japanese currency surged to the upper 140 yen level at one stage on Thursday for the first time since July. That's up by more than 4 yen from Wednesday. The appreciation came after the Federal Reserve hinted at cutting rates at least 3 times in 2024. Remarks by Chair Jerome Powell after the Fed's policy meeting also helped boost expectations for rate cuts, prompting investors to sell dollars and buy the yen.Analysts say the Fed policymakers were far more dovish than had been anticipated, surprising investors. They say market players are buying the Japanese currency as a drop in U.S. long-term rates is narrowing the rate gap between the two countries. どうだったでしょうか。字幕ありでこのニュース見てみましたけれども、内容ですね、聞き取って意味わかりましたでしょうか。やはりですね、要人の発言はすごい影響力があるなということで、フェデラルリザーブ、アメリカの中央銀行が会議の後に会見をしてですね、まあ、来年、金利を下げていく準備がある、準備があるという発言をした途端にですね、円高に触れていったというこういうニュースですけれども、それでは次はですね、この原稿ですね、2番目、今聞いた NHK ワールドキャスターのお手本英語を真似しながらですね、しっかり私たちも英語を話す練習をして、日本人が苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力を高めながら、難しい単語、そしてこのニュースの意味、押さえていきたいと思います。ぜひですね、視聴者の皆さんも声が出せる方はですね、一緒にお手本の英語を思い出しながらですね、しっかりと英語を声に出して、英語を話す練習をしていきましょう。それではまずこの部分ですね、行ってみたいと思います。ではここから Now のところからですね、音読していきましょう。 Now the yen is strengthening sharply against the dollar in Tokyo on expectations the US Central Bank may implement interest rate cuts next year ということですね。この部分、何が言われているかというとですね、 Now というのは現在ですね、円が強くなっている、激しくですね、
急にドルに対して円高に動いている東京マーケットでということで、on expectation ということで、何々を期待して、何々を予想してということで、the US Central Bank、アメリカの中央銀行が May、これポイントですけど、かもしれないですね。まだ決定事項ではありませんけど、かもしれないということで、implement interest rate cut next year。来年、金利をですね、カットする。下げていく方向、そういう準備があるかもしれないですね、May。という発言をして、どんどん円高に向かっているということです。では、ここを押さえておきたい単語表現内容ですけども、Yen is strengthening で使われているこの strengthening というのはですね、strengthen、強くなる、強化するということで、Yen is strengthening sharply against the dollar で、ドルに対して円がですね、sharply、急激に強くなっているということですね、円高に向かっているということです。on expectations 何々の予想をもとにということで your central bank というのは中央銀行ですね中央銀行が May かもしれないですからねまだ決定事項ではありません implement 実行する行うという単語ですね interest rate cuts next year 来年 interest rate cuts これは金利を引き下げるかもしれない、まあ、こう発表したことに市場が反応して円高に向かっているところです。じゃあなんで、これを発表したら円高になるのかっていうのですね。次の部分から出てきますので見ていきましょう。では次はこの部分ですね。しっかりと音読をしながら英語を話す力を上げながらですね、ニュース内容を取っていきたいと思います。ではここを音読いきましょう。Now the Japanese currency is surged to the upper 140 yen level at one stage on Thursday for the first time since July ということで、なんとですね、この発言の後、日本円ドルに対して円高になって140円台の後半ですね。アッパーというのは後半というんです。140円台後半までですね。あと1ステージ、一時期、この木曜日の取引で7月以来ですね、この円高水準になったということです。そして、That's up by more than 4 yen from Wednesday ということで、一気に1日でなんとですね、4円、為替が円高に動いたということで、このアメリカ中央銀行のですね、チェアマン、会長の発言がいかにですね、市場を動かすかというのがよくわかると思います。さて、ここ、覚えておきたい単語表現、surge というのは上昇するというんですね、ここは。過去形になっています、surge。そして日本円がですね、surge、ドルに対して上がっていく、価値が上がっていく、円高になっていくということですね。at one stage、一時期ということですね。at one stage です。一時期140円台後半まで上昇したということで、この先どうなるかはですね、まだわからないということですね。そして、では次ですね。この部分、音読をしながら、英語のスピーキング力を上げながらですね、内容を捉えていきましょう。The appreciation came after the Federal Reserve hinted at cutting rates at least three times in 2024 ということで、この部分何が言われているかというと、この The appreciation というのはですね、円高ですね。円高になったというのは何々の後に来たということで、Federal Reserve、アメリカの中央銀行の連邦準備制度局がですね、来年2024年に3 times、3度、at least 少なくとも、Cutting rates 金利を下げていくということを hint、まあ、ほのめかしたということですね示唆したということです、ではここ次見ていきましょう Remarks by Chair John Powell after the Fed policy meeting also helped boost expectations for rate cuts prompting investors to sell dollars and buy the yen ということでこのあたり具体的にどういう動きになったのかということで、ここですねリマークス発言。このアメリカ中央銀行の会長のジョー・パウエルさんの発言の後ですね。後というのは、ミーティングの後の発言というものが、help to boost expectations。こういう期待を押し上げたということで、for rate cuts。あ、アメリカやっぱり来年金利を下げていくんだという、こういう予想をですね、押し上げる発言だったということです。まあ、それに市場が反応したということですね。そして、それに反応したのが、インベスターズ、まあ、投資家ですけれども、投資家ですね、セルダーレス、ドルを売って、バイングエンということで、円を買ったということです。まあ、ここどういうことかというとですね、今、円安になっているのは、アメリカと日本の金利差が
多くてですね、アメリカの金利の方が高いので投資家は円を売ってドルを買ってですね、ドルで投資をする、そして利子を稼ぐということが原因で円安になっていると言われていますけれども、アメリカが2024年でですね金利を下げていくと日本とアメリカの金利差が縮まってですね、まあ、投資家たちが円を売ってドルばっかり買わずにですね、まあ、円を買って円で円を運用するというようなことも起こってくるのではないかという期待のもとにですね、円が買い戻されて、まあ、141円台に為替が動いたというのがこのニュースの背景ですね。さあでは次ここですね見ていきましょう。 The appreciation というのはですね、これ円高になっているんですね。 appreciation、そして hint 過去形になってますけども、これは示唆するというですね、 hint 覚えておきましょう。 at least 少なくとも3 times 3回ですね、2020年来年金利を下げていくかもしれないということですね。まだ決定事項ではありません。そもそもですね、なぜ金利をアメリカ上げているかというと、インフレを抑え込むためにですね、金利を上げてお金を借りにくくしてですね、過熱している経済を抑え込もうとしているわけですね。ですから今後アメリカのインフレが、いやまだ収まらないなとなってくればですね、アメリカ中央銀行の考えも変わってくる可能性があるということです。そして boost 押し上げたということで、 boost expectations こういう期待予想を押し上げたということで、 rate cuts アメリカが金利を引き下げるんではないかという予想を押し上げる発言があったということですね。では次この部分ですね、しっかりと音読をしながら英語を話す練習をしてですね、しっかりと内容を捉えていきましょう。ではいきました。 Analysts say the Fed policymakers were far moreDovish than had been anticipated. さあここ見たことのない Dovish ですけれども、鳩ですね、鳥の鳩という意味ですね。これどういう意味かというとですね、まあ温和派、穏健派っていう意味ですね。鳩とですね、アメリカ鳩と鷹派、鳩派と言われるんですけども、鳩派というのはですね、まあまあ緩やかな感じの人というんですね。ドビッシュ、チェックしておきましょう。発音ドビッシュ、ドビッシュ、ハト派のっていうんですね。ドビッシュ覚えておきましょう。タカ派のっていうのはホークと言いますね。ドビッシュ、ホーク、ホーク、ホーク、タカ、ハーク、まあ、タカ派、ハト派なんで経済界で言ったりしますけども、ドビッシュというのは鳩っていうことですね。ですから専門家によるとですね、 Fed policymakers、今回のアメリカ準備局の政策立案者っていうのは far more dovish than had been anticipated、まあ、予定期待していたよりもドビッシュ、鳩派、 far more、 もっと鳩派だったっていうですね、はるかに鳩派的だったっていうことですね。何が鳩派かっていうとですね、まあ、専門家たちはですね、今回の会合で、金利を引き下げるといったことはですね、なかなか口にしないのではないか、タカ派的な発言をするのではないかと期待していた、アンティスペイテッドしていたけれども、実際の発言はですね、ハト派、ドビッシュであったということで、来年、3回ぐらいですね、金利を下げていくかもしれないということを発言した。それをハト派って言ってるんですね。ドビッシュ覚えておきましょう。そして、サプライズインベスターズ。そして、この発言が投資家たちを驚かせたということですね。そして、They say market players are buying the Japanese currency as a drop in US long-term rates, narrowing the rate gap between the two countries. ということで、ここは先ほどお話ししたんですね。投資家たちですけれども、buying the Japanese currency、日本円を買ったということですね。as 何々なのでということで、a drop in US long-term rates、アメリカの長期金利が drop、まあ、下がることによって、narrow というのはですね、縮めるということですね。the rate gap between the two countries、2つのアメリカと日本という国の rate gap、この金利差が、金利差のギャップ、差というものが narrowing、縮まっていくのではないか。という憶測
想定のもとに、まあ、日本円を買い戻したためにですね、このように、145円から一気にドーンと下がってですね、ちょっと大きくしますね、見にくいので大きくすると145円だったものが発言があってドーンと4円いきなり下がって141円ぐらいまで円高、4円円高に一気に動いたということですね。さあではですね、このニュースからしっかりと情報を取りながらですね、しっかりと英語を話しながらニュースの内容、情報アップできたんじゃないでしょうか。今後円ドルのですね、為替がどうなるか分かりませんけれども、アメリカ中央銀行の発言によって今大きく円高に動いているということですね。その背景にあるものはですね、日本とアメリカの金利差が縮まっていくんではないかという想定、憶測のもとに、まあ、こういう動きになっているということです。それでは3番目、次はこのニュース、字幕なしですね。右側の字幕をこのように隠してしっかりと英語のリスニングだけでこの経済のニュースですね、為替のニュース聞き取れるのかどうか集中して聞いていきましょう。この左側のニュース見ていきましょう。Let's try to understand every details of this news, but this time without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. Let's try it. Now, the yen is strengthening sharply against the dollar in Tokyo. On expectations, the U.S. Central Bank may implement interest rate cuts next year.Now, the Japanese currency surged to the upper 140 yen level at one stage on Thursday for the first time since July. That's up by more than 4 yen from Wednesday. The appreciation came after the Federal Reserve hinted at cutting rates at least three times in 2024. Remarks by Chair Jerome Powell after the Fed's policy meeting also helped boost expectations for rate cuts, prompting investors to sell dollars and buy the yen.Analysts say the Fed policymakers were far more dovish than had been anticipated, surprising investors. They say market players are buying the Japanese currency as a drop in U.S. long-term rates is narrowing the rate gap between the two countries. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしでこのニュース見てみましたけれども、しっかりとですね、聞き取れましたでしょうか。この動画、時間の関係でですね、一度だけ聞きましたけれども、聞き逃したな、あそこなんて言ってたのかなっていう方はですね、何度も戻って、しっかりと何度も聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながら、新しい単語表現も覚えてですね、リスニング力、単語力、そして情報力、アップしていきましょう。さあ、ここまではですね、3番目までは、このニュースからですね、NHK ニュースから、今、アメリカドルと日本円の間でどんな動きになっているのか、その原因は何なのかということをですね、英語で学習しながら情報力アップできたと思います。次はですね、大事な実践的な英語力アップで、この4番目、スピーチ練習ですね。今このニュースから得た情報、そして感じたことですね、得た情報を次は自分の英語で相手に伝える練習をマイクロソフトのチャット機能を使ってやっていきたいと思います。日本人、どうしてもですね、英語で情報を伝えたりですね、自己主張するのが苦手と言われていますけれども、練習をすればどんどん上達していきます。そしてこの日本という環境ですね、海に囲まれた島国日本、普通に生活していたらですね、なかなか英語を使う機会ほとんどないと思います。使わない英語話せるようになるわけありませんので、やるべきことっていうのはですね、いかに英語を話す機会を増やすかというのが非常に重要だと思います。その目的のためにですね、このマイクロソフトのチャットを非常に使えますので、今からデモンストレーションしながらどのようにですねやっていくのか皆さんに紹介したいと思います。いいなと思ったらぜひ活用して一緒に実践的な英語のスピーキング力上げていきましょう。使うのはですね、今画面に映りましたこのチャットをですね、マイクロソフト Bing のチャットを使っていきたいと思います。今言語がですね英語になってますけれども、英語で話して英語で返ってくるので、言語を日本語から設定変更して英語に変更しています。皆さんも練習するときはですね、この設定、言語の設定を英語に設定してからやってみてください。どのようにするかっていうとですね、非常に簡単なんですけども、この
Use microphone というアイコンを押して英語で話しかけると自分の話した英語この部分にですね聞き取ってテキスト文章に起こしてくれます。そしてその話した英語に対してチャットがまるで友達のようにですね関連する情報そしてスピーチに対しての感想とか思いをですね返してきてくれます。これは生成 AI 搭載しているチャットですのでまるで人間のようにですね、まあ、話し相手になってくれるということでこれを使うとですね非常にいつでも好きな時にですね無料英語を話す練習ができるという非常に優れたものですので活用できると思います。それではですね今からどんな感じでやっていくのか紹介デモンストレーションしていきたいと思います。まずですねチャットですけれども、まあ、これを英語を話すお友達に見立ててですね、まあ、軽く挨拶をしてそして NHK ワールドからですね、最新のニュース見たということでそして為替についてのニュースそして英語のスピーキング練習も兼ねてですね英語で話したいけど聞いてくれるかなっていう感じで英語で話しかけてみたいと思います。それではこのですね Use microphone ボタンを押して英語でスピーチしてみますね。こんな感じです。 Hi Bing How are you doing today? I just checked latest news related to theCurrency exchange between Japanese yen and US dollars from NHK World News. This is part of my practice to improve my speaking ability in English. So I'd like to try to speak this topic in English and I'd like to share information with you by speaking English. Is that okay for you?こんな感じで話すとですね。ここに話した英語を聞き取られて、Hello.音声で返してきてくれますので、音声で返してっていうふうに言ってますね。Hi, could you repeat what you said in English again, out loud?Out loud. もう一回言って、声に出して言ってって頼んでみました。Sure, I'd be happy to repeat what I said earlier. According to Google Finance, as of December 14, 2023, one US dollar is equal to 141.46 Japanese yen.The exchange rate is constantly fluctuating, so it's important to keep an eye on the latest news and trends. Is there anything else you'd like to know about this topic? こんな感じで、今回は為替の話をしていますので、為替に関する情報ですね。2023年12月の14日の Google Finance によると、今1ドルは 141.46 円で推移しています。ただしですね、この為替というのはコンスタントリー、まあ、常にですね、まあ、上下、フラクチュエイティングですね、まあ、変動しているので、keep an eye on ですね、注目しておく、最新のニュース、トレンドに注目しておくことが重要ですよ、ということで返してくれました。それではですね、引き続き、この NHK ワールドニュース、なぜ円高になっていたのかという情報を先ほど NHK ワールドで得ましたので、まあ、それをですね、今度は自分の言葉で、このチャットのビングに、伝えてみたいと思います。こんな感じで練習ですね、やってみたいと思います。Thank you very much for your information. I got information related to the currency exchange rate, Japanese yen and US dollar from NHK World News. After US Federal Reserve Chairman Joe Powell made a remarks about the expectations, which isIt may be possible that they will decrease interest rate in year 2024, next year. After that remarks announcement, Japanese yen appreciated against US dollars about 4 Japanese yen. So rapidly and sharply, Japanese yen is getting stronger against US dollars.So that is why now currency exchange rate among them is 141 yen against
US dollars. Of course, as you said, currency exchange rate is fluctuating all the time, so it is very important for us to keep an eye on latest currency exchange trend and economic news. こんな感じで、スピーチすると聞き取ってくれます。そして、それについて、今度スピーキングと文章でですね、このチャット。Thank you for sharing the information with me. It's great to see that you're keeping up with the latest news and trends. As you mentioned, the Japanese yen has appreciated against the US dollar due to the remarks made by the US Federal Reserve Chairman Joe Powell about the possibility of a decrease in interest rates in 2024. According to Google Finance, as of December 14, 2023, one US dollar is equal to 141.46 Japanese yen. It's important to keep an eye on the latest news and trends to stay informed about the currency exchange rate and economic news. Is there anything else you'd like to know about this topic? こんな感じでですね、話した内容について関連することを英語のスピーキングと文字で返してくれ、来てくれます。まあ、これを聞いてですね、見るだけでもリスニング力アップ、そしてですね、新しい単語に出会ったりですね、新しい情報を得たりできますので、非常にいいスピーキング練習ができると思います。そして次はですね、まあ、情報ありがとうということで、まあ、この1ヶ月ですね、一時1ドル150円だったのが、もう10円ぐらいですね、変わってきているということで、まあ、どこが適正値、円とドルの適正値かわからないけれども、もしですね、まあ、関連する情報とかですね、他の、インフォメーションがあったら、まあ、参考になる情報があったら、まあ、欲しいということでですね、ちょっと頼んでみたいと思います。では、この、ボタンを押してですね、このスピーキング練習で話していきましょう。Thank you very much for your additional and valuable information regarding to this topic. As far as I remember, about 1 month ago, $1 against Japanese yen is about 150 or 151 Japanese yen against one US dollars. But even just 1 month,Japanese yen appreciated against US dollars about 10 Japanese yen. So it is sharp appreciation against US dollars. And these days, currency exchange between Japanese yen and US dollars have been fluctuating rapidly and sharply and widely. So I'm not sure what is the appropriate rangeI'm talking about the currency exchange rate, Japanese yen and US dollars. So if you have any information related to the appropriate currency exchange rate between Japanese yen and US dollars, could you give me that information or kind of a information link on the internet world? こんな感じで、適正値どこか、その参考になるような情報があったらちょうだいっていうことでスピーチしてみました。I'm glad to hear that you found my information helpful. As you mentioned, the exchange rate between the Japanese yen and the US dollar has been fluctuating rapidly and sharply in recent times. According to XE Currency Converter, as of December 5, 2023, one US dollar is equal to 147.158 Japanese yen. However, it's important to note that the exchange rate is constantly changing and can be influenced by a variety of factors such as economic news,political events, and market trends. If you're looking for more information on the exchange rate between the Japanese yen and the US dollar, I would recommend checking out the following websites. XE Currency Converter. This website provides up-to-date exchange rates for a variety of currencies, including the Japanese yen and the US dollar. You can also use their currency converter tool to calculate the exchange rate between two currencies. Wise.This website offers a comparison of the best exchange rates for the Japanese yen and the US dollar. They also provide a money transfer service that allows you to send money internationally at a competitive exchange rate. Bank of Japan. This website provides daily foreign exchange rates for the Japanese yen and other currencies. You can also find historical data on exchange rates and other economic indicators. I hope this information is helpful.
Let me know if you have any other questions. こんな感じでですね、為替っていろんな要素、経済とかですね、政治のニュース、イベントとかですね、マーケットトレンド、市場のトレンドで変わるから、もう適切言えないけれども、まあ、こんなウェブサイトあるよということでですね、まあ、紹介してくれました。XE Currency Converter とかですね、WISE とか Bank of Japan。これは日銀のホームページですけれども、まあ、こういうところから情報を集めるのいいかもということですね。聞いていて面白そうだなと思ったのは、この WISE ですね。This website offers a comparison of the best exchange rate for Japanese yen and US dollar. 日本円とドルの bestエクスチェンジレート、最も最適なエクスチェンジレート、通貨の交換のレートをですね、表示してくれるということと、They also provide a money transfer service that allows you to send money internationally at a competitive exchange rate ということで、国際的にですね、円ドルとかをですね、海外に送金できるというこういうウェブサイトもあるよということで教えてもらったので、これをクリックしてちょっと覗きたいと思います。Best Japanese Yen Exchange Rate. Compare today's best exchange rate for Japanese Yen. We compare live prices for money transfer providers in United States. So you can get the best value for your money. ということで。今、1ドル 141.375。まあ、こういうふうに、現在のベストレートを、まあ、表示してくれるということですね。これを海外に送金するときに、1ドル、このレートで送金できますよ、ということですね。まあ、こんな感じでですね、関連する、ウェブサイトのリンクなんかも出してくれます。このマイクロソフトの Bing、チャット機能を使うとですね、今、デモンストレーションしたように、まあ、少しですね、帰ってくるときに時間差なんかもありますけれども、自分の話した英語、に対してですね、返してきてくれますので、どん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 ですね、疑問に思ったことなんかを英語で質問したりですね、スピーチをすることによって、日本人にですね、足りていない英語を話す機会というものをですね、この AI を使えば作っていくことができると思いますので、非常にいい練習ができると思います。では最後ですね、チャット、Thank you ということで言っておきましょう。Thank you very much for your time and valuable information. And I hope that my speaking English ability has been improved by practice like this. I think that for Japanese people to have an opportunity to speak out in English about some ideas, information, economic information like that is very important. Because I think one of the best way to improve English is get used to speaking in English.こんな感じでありがとうということですね。こういうふうに話していくこと非常に大事だと思います。You're welcome. I'm glad that I could help you practice your English speaking skills. I agree that speaking out in English about ideas, information, and economics is a great way to improve your language skills. Keep up the good work. If you have any other questions or topics you'd like to discuss, feel free to let me know.こんな感じでですね、まるで英語を話す友達と話しているような感じで、どんどん英語を話せると思いますので、このマイクロソフトのですね、チャット、言語を英語に変更したもの、非常にスピーキング力アップに使えると思いますので、視聴者の皆さんもですね、いいなと思ったらぜひ参考に英語を話す練習をしていただいて、日本人全体のですね、英語のスピーキング力、どんどん上げていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、英語を学びながら、そして情報力アップしてみました。今回はですね、アメリカの中央銀行の会長ジョー・パウエルさんが来年2024年にアメリカの金利を3回引き下げるメイかもしれないという発言に市場が反応して、急激にですね、円高方向に、まあ、動いた。140円台に、タイドルの円がですね、円の為替が円高方向に動いたというニュースを使って、私たちの英語力と情報力アップしてみました。引き続きですね、英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、英検1級家事チャンネル、英語ワークショップに使えるな、情報も取れるなと思ったら、迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。もし
お友達で英語学習している方がいればですね、英語学習情報力アップにこんなチャンネルあるよということで、英検一級家事チャンネルのチャンネルの共有、宣伝していただければですね、応援していただければ非常に嬉しいので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力、ぐんぐん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day, stay healthy, and goodbye.